はい、リサイクルショップ店長小島翔大です。このチャンネルでは音楽に関する動画を上げてるんですが、今日はレコードの最新の買い取りの中身を見ていきたいと思います。結構個人的にも嬉しい熱い内容だったので、皆さんにも紹介したいと思います。この箱、だいたい1箱ぐらいですね。ほぼほぼ LP です。全部で 23,700 円で買い取りをしております。じゃあ中身見ていきたいと思います。今根付けをちょうどやってて、途中までやってた感じなんですけど、ちょっとだけシングルがあるので、はい、 RC サクセションが結構たくさんあります。雨上がりの夜空にもあります。まあこれはね、ちょっとすぐ売れちゃうでしょう。あとはね、何枚か他にも RC サクセションが入ってますね、はい、あとは LP もね、もろもろRC がいっぱいあります。はい、ベスト版が多いですね。ライブ版か。そっちはライブ版ですね。はい、ジャニーズ・ジョプリンのチープスリルのパロディジャケットですね。はい。こんな感じ。それから、はい、オールマン・ブラザーズ・バンドのファースト日本版。結構ね、サザンロック系も結構あります。これはまあ、ジョニー・ウィンターのライブ。から CCR コスモスファクトリーのドイツ版、それからこれはレーナード3枚目かな、US オリジナルです。 ZZ トップ3作目これは US 再発ですね。で、はい、モトリークルーもこれも US オリジナルで、ハガキとかね、ファンクラブのチラシみたいなね、ものも全部入ってましたね。で、多分一番高いのがこれ、スレイヤーの4作目、サウス・オブ・ヘブン US オリジナルですね。このステッカーもついてます。はい。これは安売りできないですね。まあ個人的にも結構好きなんですけど、スピードをね、結構落として、とにかくヘビーで邪悪な4作目ですね。はい。それから、はい。ブラックフラッグね、これの、これも US オリジナルですね。はい。ハードコアのこれも人気作ですね。はい。そう、CCR 結構ありますね。これは普通の日本版ですね。はい。レーナードのライブ版。あと、これも熱いですね。スレイヤーのブートなんですけど、これはね、僕も聞いたことがなくて、今ちょっと聞いてみましたら、結構音も悪くないです。緑のカラー版なんですけど、2枚組。曲を見る感じね、やっぱセカンドまでの曲しかやってないんで、もう85年とかそんぐらいのものだと思います。音もね、悪くないです。なんかね、ギターだけちょっと音ちっちゃい気がします。あとたまにこうなんか音がシュンってちっちゃくなる瞬間とかありますけど、まあまあまずまずな感じだと思います。はい。それから、はい、スティービー・レイ・ヴォーなんかもあります。熱いですね。だからね、こういうギターかっこいい系がね、多分多い印象ですね。これはキャンドヒートのハレルヤね、あの UK の再発なんですけど、ジャケがね、通常とは違います。はい。クラプトン、これはなんかここのジャケット剥がれてるんで、ちょっとそれが残念。このクラプトン、これはあんまり見ない気がしますね。クラプトン、それから、はい、地味編もあります。あとはこれもキャンドヒートですね。ライブ版、 UK 版、これ再発でした。はい。それから、はい、サボイブラウン、割と近年のリリースですね。はい。ジャケットもセクシーでいい感じです。それから、あ、これ個人的には結構熱いです。スカルスラッシュゾーン、日本の、メタルのコンピレーション、80年代後半です。はい。まあタイトル通りスラッシュ系の曲なんですけど、あの X が入ってるんですよ。今でいう X ジャパンの、ヒデが加入する前の貴重な音源です。はい。ノーコネクションっていうね、これにしか入ってない曲が、それがね、隠れ名曲っていう、まあ、僕結構 X 好きなんで、はい、これはかなりテンション上がりますね。うん。で、他のね、日本のバンドの演奏とかも非常にかっこいいです。はい。やっぱりね、まあファンだからかもわかりませんが、X のやっぱ都市のボーカルとかはちょっとこう、ね、一つ頭が抜けてるような感じがしますね。それから、フラットバッカーね、これもまあ札幌のバンドなんでね、結構、割とあったら売れちゃう印象もありますね。ラウドネスのファーストですね。ファースト、帯付き。はい、ステッペンウルフ。これは普通の日本版ですね。はい。はい。あ、これもね、ポイントブランク。はい。それから、ランナウェイズですね。
3D トピックが続き、あとはね、はい、ボルダーズラブ、これだけちょっとね、コンディション盤が傷だらけで、これだけちょっと売れないかなっていう感じがしますね。日本版ちょっと残念、44マグナムと、そうそう、こういうまあジャパメタ系もね結構あります。ラウドネスとか、はい、あとあそう柳ジョージとかねいっぱいあります。非常にかっこいいですが、まあ、レコード屋的にはねちょっとあんまり売れないようなイメージはちょっとありますね。どうでしょう、レベッカとかね、アースシェイカーですね、はい、っていう感じです。どうでしょう、なかなかいいやつもあったんじゃないかなと思いますが、皆さんの感想ですね、ぜひお待ちしております。はい、というわけで普段札幌でレコード店をやってますので、こういったね買い取りの依頼は非常に大歓迎でございます。遠方の人も着払いで、着払いで送ってください。着払いで送っていただければ、対応したいと思います。事前に送りますって言っていただけるとありがたいです。 LINE などからねご連絡いただければ、お問い合わせ対応したいと思います。では最近の熱い買い取り内容でした。ご視聴ありがとうございました。